はいどうもこまるわです。今回は真相まで5分前というゲームをやっていきたいと思います。このゲームなんですが、世にも奇妙な物語みたいな、ちょいコアみたいな感じのゲームらしいです。やっていきましょう。初めから結構可愛いね。主人公可愛いのかな。あ、主人公じゃない、多分あれがヒロインかな。今回のいつも通うコンビニ、気になる人がいた。お、初恋してるね、いきなり。あのバイトの女の子だ。誰？あ、かわいい！よきよきじゃん。よきよきな顔してる。なんかでも目のところが、なんて言うんだろう。カラコン入れてる？宇宙色してるね。バイトの女の子。いらっしゃいませ。とても見た目が可憐で可愛らしいのだ。そう、中身は純粋無垢で清楚に違いない。思い切って話しかけてみよう。おー、勇気あるな。お、これで選択肢が選べるのか。なんか変わってるね。あ、ここにスマイルマークある。かわいい。今日もいい天気だね。スマイルください。これ。これ、マクドナルドと間違えてるでしょ。君、とっても可愛いね。右がナンパで、真ん中がマクドナルドで、左が普通か。マクドナルドで行くか。さあ、どうだ。あ、笑ってくれた。お店違います。おー、この切り返し、ちょっとハイセンスな女の子だね。スマイルください。え？さっき言ったからお店違いますって言われたんじゃないの？お店違いますって言われてからスマイルくださいって言ってるね。めっちゃ困ってる。俺は君の笑顔を毎日一回見ないと気が済まないんだ。いやでもこれさ、知らない人に言われたら怖いよね。いや、気が済まないどころじゃない。中毒症状で死ぬ。頼む、笑ってくれ。もう女の子めっちゃドン引きしてるじゃん。恥ずかしい。あ、恥ずかしいってことは脈ありなんじゃない？これワンチャンあるぞ。今日も俺は彼女のいるコンビニへやってきた。このコンビニはいつも平穏だと思っていたが、今日は違った。何？強盗犯が来るとか？てかこのコンビニめちゃくちゃ広くない？スーパーくらい広いじゃん。失礼ですが、未成年ですよね。あ、あんたか。俺が未成年に見えんのか、おい。俺もう20なんですけど、超失礼なんですけど。あ、コンビニで一番困るやつだ、これ。なんて返すんだろう。ではご本人確認ができるものをご提示いただいてもよろしいでしょうか。あ、普通だね。は、そんなの持ってねえし。どうでもいいから早くレジ打てや。このヤンキー巻き舌がすごいな。彼女がヤンキーに絡まれとる。彼女だったの？俺はいてこましたろか。いてこましたろかっていう言葉初めて聞いた。チューペットやるからあっち行きな。立ち去る。チューペットって何？チューペット押してみよう。何、猫の餌みたいな感じのやつ。あ、舐めてんのか。舐めてないで、むしろ怖いんで。なんか俺くんの口調どうした。でもな、20歳になる前からお酒飲んどったらな、アホになるんやで。それ俺くんに言われたくないんだけど。頭がクックルパーになるんやで。それ以上アホになってどうするん。おじさん、みんなのためにと思って心をチキンにして注意しとるんやで。どうした俺くんな、わかれ。俺くんが急に暴走し始めたんだけど、俺くんって関西済みなのかな。は、俺はヤンキーにボコボコに殴られた。まあそりゃそうなるよね。わけわからんやつだもんね。逆にでもこんなわけわからんやつ殴るの怖いけどね。数分後、彼女が警察に通報してくれたおかげでヤンキーは連行されていった。おー、ぶな。助かったかな。あ、大丈夫ですか。可愛いな、この女の子。え、あ、俺今日本調子じゃなかったんや。どうした、俺くんってそういう喋り方だったの。利き手の右手がなんかかったるいっていうか。え、おお、笑ってくれた。それ左手です。俺くんやっぱアホじゃん。あわわ。その後すぐに俺は彼女の呼んだ救急車に運ばれ、近くの病院へと搬送された。もうボコボコにされてるな。全治2週間の大怪我だったが、精神的ダメージよりはマシだった。あ、でも全治2週間くらいの大怪我を背負ってまで守ったってことは、ワンチャン付き合えるんじゃない？絶対俺かっこ悪く見えたよな。あそこの精神的ダメージを気にしてるんだ。まあでも、こんなスマイルマークなら大丈夫じゃない？え、何？怪我はみるみるうちに良くなり、すぐに完治した。なのになんで BGM が消えるの？今日は久しぶりのコンビニだ。めっちゃ嫌な予感する。ちょっと行きづらいけど。なんかページめくりたくない。月1ネトゲ課金するためにウェブアネ買わなきゃだから、多分ニートなんだろうな。
行くしかないんだよな。え、何？おー、なんでもなかった。いらっしゃいませ。何？どうしちゃったのその顔。え、呪われた？ヤンキーに呪われたんじゃない？あの時。いや。何？何？誰？前回はカッコ悪いとこ見せちゃったね。後日ヤンキーにフルボッコしてやったんす。無言。どれでもいいよこの選択肢。顔をどうにかしてほしい。顔を変える選択肢が欲しいんだけど。じゃあちょっと無言で警戒してみる。じゃあ無言でいきます。おー、治った。え、何？え、もしかして今のは見間違い的な感じだったのかな。そのこの前は本当にありがとうございました。ダメだ。老けてる。完全に老けてる。80歳くらいのおばあちゃんになってるよ。80歳はもうちょっとしわくちゃか。かっこよかったです。なんかごめんなさい。なんでこんなコロコロ顔変わるの？メタモンなの？本当にありがとうございました。好き？え？なんで好きになるの？それで。いや、普通怖いじゃないの、あそこは。俺はあの女の子に告白しようと思う。なんでそうなる？今日バイト来てるかな？あの顔見て告白しようと。あー！どうした？歯がボロボロ、目がよどんでるよ。ん？あれ？あんな老けてたっけ？もうこんな可愛い顔見せられたら告白するしかないよね。告白しましょう。え、押せない？あ、押せた。耳が遠くてよく聞こえないんです。じゃあお客様。え、ちょっと俺のこと覚えてないの？申し訳ございません。どなた様でしょうか？いや、多分これさ、バイトの女の子じゃなくてバイトのおばあちゃんじゃない？あのバイトの女の子はもうとっくに辞めて、てか辞めたっていうか、そのバイトの女の子のおばあちゃんなんじゃない？本当に。え？俺はパニックになって自分の手を額に押し合ってた。やだ、嫌な予感する。え、自分もみたいな。額に当たる手の感触がシワシワだった。え？まるで老人の手だ。ありえない。この手は誰の手だ？誰の手？え、人の手なの？それに目の前にいる老人は誰だ？俺のことを覚えていないし、それにこの子はこんなに歳をとっていない。そう、きっと人違いに違いない。そうに違いないのだ。え、でもこのおばあちゃんが人違いでも自分は人違いじゃないじゃん。いや、そうなのだろうか。え、どういうこと？それだけ歳を…あ、いらっしゃいませ。え、なに揺れてる。あー、すごい。ではご本人様確認ができるもの。ああ、ここから老婆になった。だんだんおばあちゃんになってる。これで50歳くらいなのかな。で、つまりだんだん老けちゃったってことか。やっぱり人違いとかではないってこと？お客様。ああ、そうか。そうだ、思い出した。俺はずっとこの子に片思いをしていたんだ。何十年も時間が経っても俺は勇気が出ないで、ずっと告白できないでいた。俺は昔のあの子を重ねて見ていたのか。あ、だから顔がちょっとコロコロ変わってたんだね。メタモンではなかったんだ。あー、こんなにも時間が経ってしまったのだから覚えていないのも当然か。俺は一生後悔した。悲しい。エンド1、ずっと片思い。あ、これかわいい。え、なにこれ。1番目の選択肢に戻る。2番目、3番目、4番目。4番目が多分告白かな。じゃあ4番目の告白ちょっと変えてみる。俺はあの女の子に告白しようと思う。今日バイト来てるかな。もう手遅れだった4番目。まあでも告白してないパターンをちょっと見てみましょう。告白しない。はい。このよどんでるのがちょっと変わるのかもしれない。いや、あの女の子があんな気持ち悪い老人なわけがない。何かの見間違いだ。そうだ、また明日行って出直そう。あー、でもこの出直す時にちょっと腰痛がするとかで自分がおじいちゃんになってることには気づかないんだね。しかし来る日も来る日もその女の子が現れることはなく、あの気持ち悪い、気持ち悪いはダメでしょ。たとえ人違いだったとしても気持ち悪いはダメだよ。あの気持ち悪い老人が立っているだけだった。意を決してその老人に俺は話しかけることにした。あ、いらっしゃいませ。
ここで働いてる緑のリボンをした女の子、最近来てないですよね。うん、まあでもおばあちゃん緑のリボンしてるけどな。あ、私のことでしょうか。女の子ではなく老人ですが、いつもここのコンビニを利用していただいてくれてますよね。え、いつも？え、なんで知ってるのそれを。え、あの女の子とこの老人が同一人物？そんなわけあるわけないだろ。何勘違いしてんだこのババア。なんか俺くん口悪くなった。はい、もう40年以上通ってくれてますよね。え、40年？え、40年も俺がこのコンビニに通っている？何を言ってるんだ。年を取りすぎてボケてんじゃねえか。俺はパニックになって自分の手を額に押し当てた。すると、なんということでしょう、巧みによって額に押し当てる手の感触はシワシワだった。あー、エンド一緒じゃないこれ。まるで老人の手だ。ありえない、この手は誰の手だ。俺の手だというのか。ありえない、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 長い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 、息が続かない、続かない、続かない、長い長い。どうなった？お客様？ふざけんじゃねえぞババ。これさ、おじいちゃんがおばあちゃんに向かってふざけんじゃねえぞババアって言ってるんでしょ。世も末だね。え？俺はそう言い放ってコンビニを逃げるように出て行った。うん、完全に迷惑行為。あの老人の笑った顔があの女の子に似ていたことが怖くてたまらなかった。もう二度とこんなコンビニを使うことはないだろう。エンドに現実逃避。あー、かわいい、これが一番癒される。じゃあもう一個エンドあるみたいなんで探してみたいと思います。一番からかな。あのスマイルがちょっと悪かったのかな。バイトの女の子、いらっしゃいませ。とっても見た目が、可憐で可愛らしいのだ。ここスキップして、どっちだと思う？みんな、今日もいい天気だねか、君とっても可愛いねか。まあ君とっても可愛いねかな。ナンパ商法で言ってみよう。ありがとうございます。白い美しい肌、漆黒の髪、妖艶でかな、妖艶で儚げな振る舞い、シュウマイ。そして何より柿ピーのような香り。柿ピー。そう、いわば僕は君のしょっぱい香りに誘われた調査。何言ってるの。ありがとうございます。困ってるじゃん女の子。何一つ当てはまってないような気がするんだけどな。でもまあ悪い人じゃないのかな。優しい女の子だな。いいな、こういう女の子。なのに主人公くんちょっと狂っちゃってるからね。今日も俺は彼女のいるコンビニへとやってきた。このコンビニはいつも平穏だと思っていたが、今日は違った。何？ヤンキーが来るの？まあまさかヤンキーが来ることはないでしょう。あの、失礼ですが未成年ですよね。あんた俺が未成年に見えんのかおい。うん、ヤンキー来たね。俺もう20歳なんですけど、超失礼なんですけど。ではご本人様確認ができるものをご提示いただいてもよろしいでしょうか。は？そんなの持ってねえし。どうでもいいから早くレジ打てよ、レジ。彼女がヤンキーに絡まれてる。うん、巻き舌がすごいヤンキーだね。俺はいてこましたろかで行ってみる。じゃあいてこましたろ。待って、立ち去るがちょっと若干違う感じ。あ、でもなんかピコーンってなったね今。あ、やんのかハゲ。ハゲ？ハゲって言ったやつがハゲなんだぞ。ハゲに謝れ。何言ってんだお前。お前こそ何言ってんだ。日本語喋れやハゲ。ハゲって言ってるじゃん。あ。はい、わかりました。俺くんは多分ちょっとアホなんだと思います。俺はヤンキーにボコボコに殴られた。数分後、彼女が警察に通報してくれたおかげでヤンキーは連行されていった。同じだね。大丈夫ですか。え、俺今日本調子じゃなかったんやわ。利き手の右手がなんかかったるいっていうか、まさかそれが左手なんてことはないよね。え、それ左手です。あわわってヨッシー以外で聞いたことないよ。その後すぐに俺は彼女の呼んだ救急車に運ばれ、近くへの病院と搬送された。っていうことはもう一個の選択肢だったのかな。もうちょっと進めて見てみたいと思います。行くしかないんだよなってことで、はい、来ました。さあ、ここでおばあちゃんになってたら多分一緒かな。あ、大丈夫かも。いらっしゃいませ。ダメだった。あの時の、いや
あ、まだまだワンチャンあるぞ。後日ヤンキーをフルボッコにしてやったんすにしようかな。あー、なんか一緒っぽいな。え、そうなんですか。マジのマジよ、俺ってば超強いんだぜ。怪我はないですか。俺ってばダイヤモンドのような男だから傷一つもつかないんだぜ。よかった、怪我がなくて。でも喧嘩なんてもう絶対にしないでくださいね。うん、やっぱり可愛い、よきよきな子だね。やっぱり結婚したい。お、なん、あ、変わってるね。結婚したいになってる。じゃあ結婚するのかな。さっきは好き、告白したいみたいな感じだったよね。俺はあの女の子に告白しようと思う。今日バイト来てるかな。来ないんだよな。ん、あれ、あんなふてけてたっけ。え、どっちにする、どっちにしたい。みんなこのスマイルマークがすごいみんなのこと見てるよ。 こっちのおばあちゃんの方が見てた。じゃあ告白するにしようかな。耳が遠くてよく聞こえないですお客様。え、ちょっと俺のこと覚えてないの。これ一緒じゃない。一緒っぽいね。一緒だね。やだね。で、額に手を当てるのかな。で、しわしわと。あー、じゃあやっぱり帰るのかな。あそこで帰るっぽい。はい、今日もいい天気だねとかをやってなかったんで、ちょっと一回やってみたいと思います。今日もいい天気だね。そうですね。あ、かわいい。でも明日は雨の日なので、傘を忘れないように気をつけてくださいね。いつも家に引っこもってるからそういう心配はいらないが。あ、やっぱり引きこもりだったんだ。サンクス。はい、どういたしまして。外人さんサンクスって言っただけで外人さんとはならないだろう。今日も俺は彼女のいるコンビニへとやってきた。このコンビニはいつも平穏だと思っていたが、今日は違った。まさかヤンキーがいるなんてことはないよね。あの、失礼ですが未成年ですよね。ああ、あんたか。俺がヤンキーに見えんのか。おい、俺もう20歳なんですけど、超失礼なんですけど。ではご本人様確認ができるものをご提示いただいてもよろしいでしょうか。は、そんなの持ってねえし、どうでもいいから早くレジ打てよ。早く早く早く。彼女がヤンキーに絡まれとる。うん、なんか巻き舌がすごいヤンキーだな。俺は、じゃあいてこましたろかにしようかな。あ、やんのかハゲ。あ、待って、これ見たかもしれない。あ、大丈夫かな。俺はヤンキーにボコボコにされた。あの大丈夫ですか。え、あー、俺今日本調子じゃなかったのよ。右手がかったるい、ふふ、それ左手です。あわわあわわわわってなってよしになった。はい、ちょっと左の選択肢にしてみたんですが、どうなんだろう。これ、いらっしゃいませ。あ、おばあちゃんだけどどうだろう。あの時の、いやで、これも左にしてみる。前回はかっこ悪いとこ見せちゃったねにしてみよう。あ、やっぱピコーンってなった。いえ、かっこよかったです。ま、まはやめた方がいい。まはちょっとオタクっぽく見えるからやめた方がいいと思います。私のことを守ってくれようとしたんですよね。え、私のこと、え、ちょっと待って、それってでも40年前の話じゃないの。じゃあなんでそんな顔してるの。せやで、その、ちゃんとお礼言えてなかったですよね。ありがとうございます。いや、顔どっちだろう。今40年前の話をしてるけど、これは今まで言えてなかったから今やっと言ってくれたか、どっちなんだろう。本当に助かりました。これは惚れ格だな。あ、で、次の日告白か。俺はあの女の子に告白しようと思う。今日バイト来てるかな。来てるっちゃ来てるね。来てるよ一応。あれ、あんな老けてたっけ。告白する、してみようか。あのえ、そのあ、いつもここのコンビニご利用いただいてますよね。あ、変わってるかも。これもう40年以上通ってくれてますよね。え、40年。この老人は一体何を言ってるのだろう。40年も生きてないのに通えるわけ。俺はパニックになって自分の手を額に押し当てた。すると、なんということでしょう、額に当たる手の感触がシワシワでした。みー、手がシワくちゃだ。まるで老人の手だ。ありえない、この手は誰の手だ。それに目の前にいる老人は一体誰なんだ。俺のことを覚えていないし。え、覚えてたじゃん、覚えてたじゃん、さっきまで。それにこの子はこんなに年を取っていない。そう、きっと人違いに違いない。そうに違いない。
いや、そうなのだろうか。え？え？何？どうした？あ、でもこの回想シーン一緒かな。なんか若干違う気がするんだけど、どうなんだろう。ピコンピコンってずっと鳴ってたよね、さっきまで。あの時の。で？だんだんここでシワクちゃんになってドーンって来て。お客様。ああ、そうか。そうだ、思い出した。俺はずっとこの子に片思いをしていたんだ。何十年も時間が経っても。俺は勇気が出ないで、ずっと告白できないでいた。俺は昔のあの子を重ねて見ていたのか。こんなにも時間が経っても、行動できない自分が情けない。ずっと願望だけ、妄想だけを抱いていたのだ。変わった！完全に変わってる。あと今気づいたけど、これローソンの服にめっちゃ似てる。ローソンのオレンジバージョン。ほんの少しでいいから、俺に勇気があれば。バイトの女の子。雨の日も風の日も雪の日も雷の日もよくコンビニに来られてましたよね。そのある日コピー機に紙を忘れちゃって、それに気づいてお渡しした時にすごい顔を真っ赤にされていたので、私嫌われてるのかと思っていましたよ。何そのエピソード。それ自作小説をコピーして忘れていたやつ。うわー、恥ずかしい。それは恥ずかしい。今思い返しても死にたい。日記と小説だけは見られたくないよね。まあ、僕日記書いたことないんだけど。あ、日記じゃない、日記じゃない。僕、小説書いたことないけど。なかなか自分から声をかけることができなくて。だからこうして声をかけていただいて、私、すごく、嬉しいです。ああ、彼女もまた、俺のことをずっと気にしてくれたのか。ああ、だったらさ、40年前に告白してればさ、今幸せな夫婦として付き合ってたんじゃないの？それをずっと告白できないでいたから、こんな年ちょっちゃ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 のか、どちらもずっと声をかけられないでいたのか、お互いの気持ちが分かっていたなら、もっと早く声をかけれたのに。あ、すみません。そろそろ品出しをしなくてはいけないので。ああ、悲しい、なんか。また。また。またって、でも何年後？もう40歳だよ。あ、エンド3か、これが。またコンビニで。ああ、こうやって永遠に告白できないでいると40年後にこうなっちゃうってことか。あ、もう一度あの頃に戻りたい！戻りたいです。戻れるのかな？あ、それでここに戻ってきちゃうんだ。なるほどね。エンド3つって書いてあったけど、この先まだあるのかな？ちょっと確認してみたいと思います。変わってる！いつかどこかで会いましたかっていう選択肢がある。はい、じゃあいつかどこかで会いましたか？いつかどこかで会いましたか？怖い怖い！やだやだやだ！なんでそんな蛇みたいな目をするの？蛇っていうのかな？なんて言うんだろう？こういう目怖いよね。え？ずっと昔に会ったことがあるような気がして。ああ、治った、よかった。え？いや、初対面ですよね。え、なんか悲しい、それは。オーマイガー！え？外国の方ですか？ああ、でも変わってないね、この辺は。発音が外国人の方みたいです。マジで？俺、英語の才能あるんじゃね？ポジティブだな、俺くん。って違う！英語の発音を褒めてほしいわけではない！言うんだ、俺。頑張って。勇気を出せ。頑張れ、頑張れ。今度、一緒に、お茶漬けでもどうですか？俺くんが滑ったせいでとんでもない空気になってるよ、この動画。何？近いよ？でも可愛いよ？え？お茶漬け？お茶漬けはダメだって、滑ってるよ。やっべ、お茶のつもりがお茶漬けって、そんなミスしないだろ。俺ってばドジっ子。すみません、お茶です。ティーです。あ、かわいい。え？いや、お茶漬け食べに行きましょう。お、乗ってくれた、優しい。マジ？いつお茶漬け食べに行く？俺、絶対死んでも行くから。え？死ぬほどお茶漬けが好きなんですね。いや、好きなのはこのバイトの女の子だよ。いや、違う。でもいいエンドだ。エンド4。あ、エンド4があるんだ。始まり。はい、真相まで5分前でした。
皆さんも今好きな人がいる場合はワンチャン付き合えるかもしれないので告白してみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。いや、面白かった。